こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日のお品書きはこちらです。奥までシンク実際の感想知りたくないですかとクラスボタンちゃんよりいただきましたリフォーム2ヶ月後。こちら、まあ、アンケートの続きでボタンちゃんからいただいたショールームを巡り巡って決めたキッチンがとくらス 前回のポイントですね、ボタンちゃんよりは、まあ、決め手としてはこの5つありました。天板、シンクの奥行き、海外食洗機、ミーレ、そしてリビング側、ダイニング側にあるキッチン背面収納、そして扉の色、これがトクラスの決めた理由だったんですよね。で、 こちら、リビング収納については、前回お届けさせていただきました。こちら、やはり奥行きがあるものって、各メーカー、ショールもあると、ないなぁ。ここ引き出しつかないの山さんも結構言われました。メーカーはまだ気づいてないのか気づいているけど、なかなかその辺、品ぞれまで至ってない。トクラスなら、なんとなんと奥行き。こちらも、実際のカップボードみたいな、 そういった使い方、そして引き出しまである、そんなたっぷり収納なんです。こちら3メーターのサンウェーブのキッチン、これがビフォアで、そして、ドーンと、こちら、リビング側の引き出しをつけた形で、あれ、元のキッチンどうなってんのと思えば、そうなんです。こちら側面、こちらが以前にあったキッチンの取り付け場所。それを90度回転させて、対面キッチンへ、 いいですね。夢のキッチン。前回の動画、ヤマさんスペースとクラスでシステムキッチンメーカー選び方、こちらの方でボタンちゃんのキッチンを前回解説させていただきました。で、今日はベリーをどこをバージョンアップしたんですかといったこんなアンケートに答えてくれてます。ベリーのバージョンアップしたところ、 バージョンアップなのかなシンクを奥まで広々シンクにしました。そして、カウンターはフラットな、このペニンシュラアイランドではなく、ハイバックカウンター。ハイバックカウンターそうなんです。バックガードが立ち上がってるんですけどね。このハイバック天板、それから浄水器単独水栓で設置しました。あ、こちら見えますね。浄水器台。で、この上にあるのがハイバック。どこが違うんでしょうかそう。 普通は、えー、5センチのこちらバックガードの立ち上がりがなんとなんと18センチ。後ほど見ていきましょう。そのメリット。奥までシンク。えー、こちらギリギリまでありますね。大きいシンクショールーム見るとびっくりすると思いますが、こちらの方にこういったシェルフをつけて仮置きしたり、こちらの方にハンガーラックでまな板。そして、 普通の洗剤ポケットの代わり、こちらラックはこちらにもちろんあります。そして、先ほどご紹介あった、上席単独推薦。これ、この単独になるメリットって何があるかというと、例えばキッチンで水洗使っていて、で、今度通路がみ、えー、こちらの方にあるんですけどね、通路から誰かがちょっとお水ちょうだい薬飲みたいのって言った時に、こちらで推薦をちょっと止めるねっていうことはなくそのまま使えたり、こういった、まあ、 通路側にある。よく右ですか左ですかどっちつけるんですか通路側。通路側につけるのが正解です。二つあった方がいいですか一つでいいですかコスト的にはもちろん定石一体型ですし、そういった面で言うと、定石一体型の一方にすることが増えますが、この別体にするメリットという面で言うと、さっき言った二人がこう一斉に水使いたい時にもメリットありますね。でも交換が、上から入れるタイプも実はこちらの方、 簡単にカートリッジ交換できるタイプも出ていますのであなたのお好みに合わせてアルカリの、えー、電気分解がいいのか単独で浄水するやつがいいのかはたまた上から入れるのがいいのか、えー、浄水器水性もいろんなタイプが出ていますでシンク奥までシンクすごいですねこの え、長い定規が出てきましたね。年季入ってますね。なんか使ってるんでしょうね。普段から。奥までシンク。とにかく広いので、使いやすいんです。そうでしょうね。物差しをこう置いてみました。約55センチです。シンク幅広いっていう風な、えー、容量が大きいシンク求める方多いですよね。でもこれ奥で広げて、まあ、ある意味のこの面積で言うと、まあ体積なのかな。こういった奥までシンクがあれば、ジャンボシンクと同じ容量たっぷりです。 で、立ち上がりがあるので、見てください、この一体成形。ここ、掃除しやすそうじゃないですか。見たことないですよね、こんな感じ。シャワーでなんと流せる。確かに、こう、ちょっと見ましょうか。この辺なんかこう、ちょっと汚れてるなと思ったら、 ちょろちょろっとした水で、もちろん付近で拭くんですけど、シャワーで流せますね。継ぎ,継ぎ目が全くなく、18センチの立ち上がりなので、シャワーでさっと洗い流せてとってもお手入れが楽です。ハンガーレール3種類4つ付いてるので、もしかするとオプションだったかなオプションでしょとっても便利です。いいですね。ちょっと紹介してください。継ぎ目がない一体型。そして、結果的にコーキング。 打たなくていいんですよね。今の、例えば、天板って、例えばセラミックトップ。これ天板いいなぁと思うけれど、あれ知りませんでした。バックガードないんですね。そうなんです。バックガードつけるっていうのは、ある意味こう、天板自体の強度の問題も、えー、あったんですが、いつの間にかですね、コーキング打った時のこの継ぎ目。ここも、やっぱり、フラットだと嫌だっていう声結構ありますよね。で、 天板自体、えー、交通、えー、ストーン、えー、宝。えー、山さんもそうですけど、実際には交通ストーンもバックガード後付けでポーンってやるんですよ。そうすると結局天板とバックガードの継ぎ目、いわゆる皆さん嫌がる、天板とステレスの継ぎ目のように、バックガードと天板のところに継ぎ目ってここにコーキング打つんです。えー、知らなかったそうでしょ。えー、もっともっと言うと、t o のクリスタルカンター。あれも結局バックガードないんです。 ショールーム見に行ってください。ショールーム行くとね、ペニンシェラとかアイランドばっかりで、まさかの壁付けキッチンは少ないんです。そうでしょ。そういう面で言うと、ステンレス、人工大理石以外はバックガードが一体ではない。そういうふうに頭の中に入れていただければチェックできるんではないでしょうか。で、その人工大理石、普通は、 こういった一体成形になってプレス成形してるのが BMC ですよね。で、コリアン系はこのバックガードと天板つけてここを研磨して一体にしてくれてるんです。そういった面で見てください。この継ぎ目のない。こういった高級汚れのない。だからお手入れが楽。これがこの奥までシンク、ハイバックカウンターのメリット。高さは18センチです。オプションでラックもつけれますよ。で、 まあ、今、既存の対面だとね、そんなに立ち上がり18センチもないじゃないですか。ですので、やはり造作で作るか、もしくは、さっきの、まあ、ボタンちゃんの言ってるように、リビング、ダイニング側に収納を設けて、この一つの形にするか、ということですよね。で、 ハンガーラック、えー、こういった、えー、洗ったまままな板立てたり、という、こういったところにラックを、こういった、引っ掛けられる。牛乳パックやペットボトル、えー、そんな水切りでも使っていただけます。もちろん、お鍋の蓋も立てかけて、コンロの四角に、えー、近くにすぐ置けば便利ですよね。で、こちらは、食洗機に入れるまで、ちょい置きして、ちょっと乾かしてから、そして洗い物を伏せておくことができます。いいですね。 もう一つ、こちら、高さの違うラック。ああ、調味料なんかもね、高さあるものと低いもので使い分けて使うことができます。ちなみにあの、オレンジのこういった、えヤ、ー、マさんが印つけてる、あそこの部分は、コンセント。コンセントそうなんです。蓋がついているで、パカッと開けるとこんな感じ。二口欲しかったんですが、こちらは一口と 決まっていて。常設はできませんでしたが、二月きなので、万が一水がかかっても安心です。いいですね。なんか至れり尽くせり、このハイバックカウンター。本日のまとめいきましょう。一つ目、上席単体は通路側へ設置です。右にしようかな、左にしようかな、思わないで、えー、通路側に持ってきてください。二つ目、奥までシンクは55センチ。ワオ 最大級。えー、こちらの方、すごいですね。まあ、パナソニックのやつもあるんですけどね、奥までシンクってね、この奥になってるところじゃなくて、全体の奥になってる部分が、幅が大きいんですよ。だから、全体的なシンク見たときに大きいと思うのは、この奥までシンクですね。三つ目、ハイバック。このバックガードが通常5センチのところが18センチあるので、このコーキングのところ、どうしても5センチだとね、こう汚れやすかったのが、よりお手入れが楽になっています。 四つ目、ラックのオプション便利です。高さのあるものであったりですね。まな板で置いたり、ちょっとこう牛乳パック干したり、こんなところ、ぜひ活用してみてください。最後、2月きコンセント安心ですね。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。LINE 登録で定期的にプレゼントを配信してます。ぜひ、山さんとお友達になっていただいて、コメント、スタンプ、お待ちしております。では、行きましょう。せーの、必ずできる。 奥までシンクお届けしました。ショールームぜひ見てください。